この子をバラしていて、あ、と思ったのが、00バック、ダブルオッドバックって英語で言いますけれども、9個の、これ、こっちにか、9個のプロジェクターが入ってます。これをバラすときに気をつけなきゃいけないのは、結構下の方で切ってやり、結構下でもないか、結構よいしょ、出ないと。ん？切る、あ、そこ、下の部分また出てんだな。あ、これレミントンか。とにくいではありませんか。こうやって出してやり、ここで一番気をつけなきゃいけないのは、これをボソッと出すと、多分玉と中のフィラーってやつがゴソゴソと出てくるので、これは、よいしょ。こういう状態になるので、ふふふ、無方法だな、ほんと。バラすときには気をつけましょうということです。出たところで、ワッド、多分高さ合うと思うんだけどね。こうやって入れてやり、そしてどっちの順番でいくのかな。ちょっとクッション入れてやらなきゃいけないのかな。これはあんまり作らないんで、てか全然作らないんで、よいしょ、ちょっと下に入れてやり、まずは3つ玉を、座りが悪いけどこんなもんか。4つのところに3つ、よいしょ、そして次の1つ2つ3つ入れてやり、そして入れてやり、そしてこのカバーをつけてやり、ちょっとうるさいか、失礼。
というふうに見えないか。まあいいや、これダブルロードバックと分かるでしょう。グリースをちょっとつけて、はい、これでダブルロードバック出来上がり。これはちょっと見にくいけど、ミラーシュっていう、どこで作ってんだろうね、わかりませんが、ワッドの底がなんか知らないけど、イボイボなんかあったな、日本でぶら下がり健康器じゃなくてイボイボの足踏みなんとかかんとか見に似ているような、健康にいいんでしょうかね、これは。よいしょ。が、ワッド。に、こんなの見るの初めてだな。普通はカップになってんだけど。もう一応カップをカップ。あ、ピストンになったな。リングがつきたよ。はん。面白い。どこんだろう。はい。これを。あら、取れた。あれ？ん？あ、まずい。16ゲージでした。16ゲージできないじゃん。うちは16ゲージはできません。気をつけよう。スカスカだもんね。16ゲージはできませんでした。ちゃんちゃん。この16ゲージ、16ゲージ、1オンス、ところは結構パワフルなやつで、火薬が24グレイン入ってたので、これを、そうね、20グレインぐらいまで減らして、ちょっと、もうちょい20グレインまで増やして減らして12ゲージに変更、そしてワッドも12ゲージ用のワッドに変更、そしてああ、全部低いな。低いけれども大丈夫。オーバーショットで、ちょっと音がするけどね。ちょっとガサガサするけど。ガサガサとところまあいいか。